はい、これよく使ってる方も多いと思うんですが、これの呼び名をなんですけどもね、皆様は何と呼んでいますでしょうかということでですね、ちっちゃい頃からこれよく使うんですけどもね、呼び名がね、結構私今まで生きてきてですね、結構違ったんですよね。会社勤めしててですね、あっちこっちの地方からね、いっぱい来るんですけどもね、例えばなんか工場とかで、仕事をしててですね、サビを持ってきてって、カット板持ってきてとかってね、いろいろあったのかなって、今思い出せばね、ありましたね。で、私はですね、北海道でですね、ちっちゃい頃から怪我した時とかね、あそこにサビあるしょって、自分で貼んなさいって感じでね、言われてたものですからね。もうサビを、もうサビをしかわからない、絆創膏ぐらいですかね。で、よく調べたらですね、同じ日本でもね、呼び方がいろいろあるということでね、この動画のね、最後にですね、パッとこう一目でわかるようなねスクリーンショットを撮りましたんでね、まあ北海道はやっぱりサビオって呼ぶ方が多いようですね。あとはカット板ですとかね、絆創膏とかね、他にもねいろいろあるんだけど、その地方によって違うようですのでね、この動画の最後にですね、やりたいと思います。はい、ということでですね、サビオの呼び名、まあサビオって言ったらあれですけどね、それぞれ地方によって違いますよということで、この辺で動画終わりたいと思います。最後までありがとうございます。最後に、サビオの呼び名、スクリーンショットでねお伝えします。それでは最後までありがとうございます。失礼します。